はい、どうも、白滝です。今回の動画は、15日にね、撮影をしておりまして、イベント更新とガチャ更新がありました。イベントはですね、昨日にね、動画投稿したんですけれども、匂わせ通り、神イベントが登場してきました。で、このイベントのね、攻略と解説に関しては、まあ、15時15分に投稿したので、まあ、見ていない方は、この動画見終わった後、概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います。そして、この動画2本目では、まあ、今日のね、15日の更新情報について話していくのと、で、最後はですね、ガチャかな、アニバーサリープレイヤー第2弾が登場したということで、まあ、ガチャね、引いていこうかなと思います。よければ、最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と、まあ、このね、まあ、今日は祝いということで、高評価700を目指しています。まあ、皆さんですね、ぜひとも、高評価の方よろしくお願いします。ということで、やっていきましょう。お知らせの方に来まして、15日にアニバーサリープレイヤー第2弾が登場しました。で、この第2弾で、強い選手は誰なのか、当たりの選手は誰なのか、これに関しての情報も、まあ、前回ね、動画投稿したので、まあ、見ていない方はね、その動画も見てもらえればなと思います。ガチャ内容も、第1弾と同じく、30連目でアニバの選手1人確定。で、購入6回目で、自チーム枠があるということで、まあ、お好きな選手をね、100% 獲得することができます。このガチャの注意点について、まあ、話していきたいんですけれども、今回イベントのね、累計で、アニバーサリープレイヤー第2弾契約書をね、獲得することができるということで、こちら、ガチャをね、引く方は、50連目で、ストップしてください。累計を引いた後に60連目を引かないと被ってしまう可能性があるということで、まあ、こういったね方法でやってもらえればなと思います。もう一つガチャ更新が来ていまして、OB 第2弾狙い撃ちスカウト、ランキングね、走れなかった方は、まあ、このガチャを引いてね、狙いの選手を狙ってもらえればなと思います。その他の更新情報としては、神イベントの登場、22日火曜の12時59分まで、開催されています。で、ミキサーもね、登場していまして、エナジー販売キャンペーンも来ています。まあ、今回は480円で55エナジーと、まあ、お得なのでね、まあ、買う方は、まあ、買ってもらえればなと思います。ということで、アニマのね、選手、写真ね、見ていこうかなと思います。ヤクルトの方から見ていきましょう。塩見選手が登場しました。当たりの選手、強さランキングについては、まあ、前回解説したので、今回省いていこうかなと思います。まあ、総力型かな、総力型になっていまして、特殊で、センター B にすることができます。まあ、補給45、スローイング50、肩が60と、まあ、通常 S はまだ出ていないということで、まあ、これからね、マイナス1の能力が、通常のね、能力になっています。守備はね、変わらないんですけれども、まあ、打撃ステータスはねマイナス1になって登場すると思います。で、特殊能力は広角打法チャンス回縮延と、まあ、これね 100% 発動します。まあ、センター最強はねこの後ソフトバンク枠で登場するので、まあ、そちら取ってもらう方がいいんじゃないのかなと思います。阪神は青柳選手が登場しました。自分ね、阪神純正。まあ、純正の方はですね、第1弾、第2弾のね、どちらかの選手を取らないと、アニバのね、コンボが発動しないということで、まあ、どちらかのね、選手取ってもらえればなと思います。まあ、自分ね、阪神純正。まあ、12球団勢でもね、使えてくるんですけれども、まあ、全同値オールステータスで、いや、強すぎる。で、まあ、球種とかね、特に変わっていません。まあ、特殊能力、キレ、タイピン近い祝宴。いや、青柳選手強くないですか？阪神純正かなり、強化されそう。タイピン持って祝宴でミート中段、パワー中段でしょう。いや、これ強くないですか？巨人は中田選手が登場します。第1弾坂本さんね、このサインの黒縁がなかったんですけれども、巨人は、黒縁がですね、ない、サインになっています。まあ、第2弾の中田翔選手も、そのね、縁がありません。で、まあ、特殊でね、B にすることができまして、まあ、プルヒッター持ってるんで、まあ、純正向きの選手になっていると思います。広島は、マクブルーム選手が登場しました。まあ、こういった能力になっていまして、まあ、特殊で、C。で、特殊能力が、プルヒッター消えたんですよ。まあ、純正はですね、かなりね、強化できるんじゃないのかなと思います。中日はビシエド選手が登場しました。称号で、ミート A にすることができます。で、まあ、守備数値がね、64、適正が C。特殊能力ね、広角打法、パワーヒッター、回縮延。
横浜は佐野選手になります。称号でパワー A にすることができまして、特殊で C にすることもできます。で、特殊能力が阿部飛降格打法祝宴。パリーグ見ていきましょう。オリックスは山本由伸投手が登場しました。いや強いね。で、まあ、ツーシームスプリットフォーク、持っていまして、特殊能力こちら、祝宴ね、ミートを中断、パワーを中断、対強打者と同じ能力だということで、まあ、アニバもね、同じ、通常とね、アニバーサリー、まあ、同じ価値になっていると思います。まあ、どちらか強いかって言われれば、まあ、アニバのコンボを含めると、まあ、アニバ僅差かな、僅差になるんですけれども、まあ、アニバの方がね、強くなっているんじゃないのかなと思います。コンボを含めて、まあ、強くなっているんじゃないのかなと思います。ロッテは石川選手になりまして、称号でね A にすることができます。で、西野ね進化を持っていまして、特殊能力コントロールキレ、祝宴というね、特殊能力になっています。楽天は松井選手が登場しまして、まあ、こういったステータスになっています。で、まあ、球種もですねリアタイム機のね球種になっていまして、特殊能力なんですけれども対ピンチと祝宴を持っています。まあ、アニバ第1弾で言えば宮西選手、アニバ第2弾で言えば松井選手、まあ、隠れ強投手になっているんじゃないのかなと思います。いやこれ使ってみたいね。ミートを中断、パワーを中断、脱三振で、まあ、ミートを中断してくれる。いや強そうやね松井選手。ロードバンクは柳田選手が登場しました。オールステータスで強すぎる。で、まあ、守備数値ね、こういった感じになっていまして、特殊でレフト C にね、することができます。まあ、特殊能力、アーチスト、降格打法、回、祝宴。日ハムは、上沢選手が登場しました。称号で A にすることができます。で、まあ、球種はね、特に変わっておらず、特殊能力がキレ、脱三振、回、祝宴。そして最後、今話題のね、西武森選手になります。まあ、こういった能力になっていまして、まあ、守備数値が、適正 C の63。で、特殊能力ね、保守が消えて、祝宴というね、特殊能力になっていまして、まあ、よりね、使いやすくなっているんじゃないのかなと思います。アニバ第2弾の選手を紹介したということで、最後ね、ガチャ引いていこうかなと思います。で、その前にですね、オフでね、こちら、OB 第2弾狙い撃ちスカートを引いたんですけれども、まあ、田淵さんね、当てました。あとはですね、田淵さんの A もね、当てて、まあ、やっぱオフでね、まあ、パッと引いた方が、まあ、当たるんじゃないのかなと。まあ、どうなんやろう。なんか狙い撃ちはですね、ガチャで引くと自分は当たらないんですよ。オフでもう全部ね、スキップ。もう S とかね、演出関係なく全部スキップすれば、なんか当たるっていうね、まあ、ジンクスがあるんで、まあ、それやった結果ね、40連目で、田淵選手を当てることができました。あとですね、佐野さんも当たったんですよ、シリーズに。こちらになりまして、6人目シリーズに佐野さん当たったんですよ。これね、称号でパワー A できなくて、アニバであればパワー A にすることができます。いや、ここで当たるんかと。ということで、ガチャ引いていきましょう。狙いの選手は青柳さん1点狙いになります。まあ、自チーム確定枠があるんで、まあ、最後取れるんですけれども、30連目他欲しい選手はセリーグの選手かな。セリーグの選手が当たってくれれば嬉しい。ということで、10連目行きましょう。誰が当たるのか。あとは A ランクかな。山本由伸投手を2体持ちしたいんで、A ランクをあと3名。3枚欲しい A ランク。選択がドリームキャラバンであるんで、総3か、これで。あと2枚ぐらい欲しいんですよ。もうここはスキップで。さあ、ラスト。バレラ。2回目行きましょう。S ランク当たらんかな。OB、狙い撃ち S、今当たったんで、まあ、先に運使ったんですよ。先に多分ね、このアニバ第2弾引いていたら、まあ、S 運を使ってしまうんで、まあ、狙い撃ちを先引いて、もう全部 S 運出しました。だから40連目で田淵さんって結構良くないですか。これ出ない。もう S ランクは出ない。で、先引いといて良かったかもしれない。狙い撃ち。お、あの選手。30連目佐野さん来てほしいな。あ、鈴木大地選手、極みになりました。結構いい。3回目行きましょう。3回目、誰が出るのか。佐野さんか。あ、ここで青柳さん出てもいいわ。青柳さん出ても60連目帰れるんで、吉信さん、ベスト9タイトルホルダー出るんで、どうしよう、迷うね。3回目。お、森さん、いいよ。A ランク、野間選手も OK。さあ、誰が出るのか。さあ、ラスト。おー、上沢選手。上沢さん、OK。まあ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 、いいでしょう。育成します。40連目。S 当たらなければ、スキップかな。スキップ、おー、青柳選手。勝利の使者、つけるのみ。
青柳さんね、何枚、お、野間選手、さっきも当たった。ティップすれば当たる説。おお、吉野さん。これ、超参加。嬉しい。青柳さん。ラスト。戸端さん。今回の動画では、11月15日にアニバーサリープレイヤー第2弾と、紙イベントがね、登場したということで、まあ、更新情報についての話、そして後半戦ね、アニバーサリープレイヤー第2弾、ガチャをね、引いていきました。で、注意ポイントもあるということで、まあ、それについてもね、今回の動画で、解説していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、ぜひともですね、チャンネル登録と、まあ、このね、7周年を祝して、ぜひともですね、高評価の方ね、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。